エクスペディションはフォードが製造・販売している自動車である。1997年にフォードブロンコの後継者として登場。フォード F シリーズをベースとしており、リンカーンナビゲーターのベース車種でもある。2017年、アメリカの中古車情報サイトが多層行車の調査したところ、エクスペディションは登録台数のうち5.7%が、 走行距離20万マイル以上を記録しており、アメリカにおける長寿モデルランキングで1位となった。1996年にフォードブロンコの後継者として登場。4.6リットルと5.4リットルの V8 オフ、エンジンを搭載した強靭なラダーフレームを持つフルサイズ SUV である。2ドアモデルのみであったブロンコとは異なり、4ドアモデルのみが発売された。かつては、 近鉄モータースが正規輸入していたこともあった。2002年それまでのオーバルデザインコンセプトに基づいたデザインからややかどばったデザインに変更された。基本ボディは2代目と共通であり、実質的にはビッグマイナーチェンジである。エクスカージョンの廃止を受けてロングホイールベース版のエクスペディション L が設定された。エクスペディション L マックス2005年に生産が打ち切られたエクスカージョンの後継モデル。当初の社名にはエベレストを名付けられるはずだったが、フォードがアジア太平洋地域を中心に販売が行われている SUVS でに名付けられていたため、エクスペディション L と変更になった。販売地域は北米、カリブ諸国、中東などであった。2017年2月に発表。 同年9月から生産を開始した。車体はアルミニウム合金製で、フレームは放素構成である。エクスペディションマックス社名が L、MAX から MAX へと変更された。エクスペディションは遠征、探検という意味の英語である。フォードエクスペディション公式サイト。ありがとうございます。